英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか ?NHK World News 使いながら、英語力、そして同時に情報力上げていきましょう。今回は、イスラエル、なんとレバノンの首都ベイルートを攻撃ということで、キーワードは、All out war or not ということで、全面戦争になるかならないか、そんな瀬戸際まで来ている。で、イスラエルどこまでやるのか、なぜそこまでですね、やらなければならないのかなどなど疑問に思うことありますけど、このニュース見ていきましょう。まずは英語字幕代わりで確認をしながらアウトライン、概要を捉えていきたいと思います。次に英語と日本語字幕両方使いながら、そして英語をしっかりと声に出しながらスピーキング力を高めつつ単語表現内容をしっかりと見ていきましょう。3番目は総復習ということで、同じニュースを字幕なしでもう一度聞きながらですね、学習して単語表現内容を振り返っていきたいと思います。ぜひ動画最後までご覧いただいて、一緒に英語力、情報力を上げていきましょう。英研究家事チャンネル視聴者の皆さんにとって有意義だな、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンのクリック、コメントなんかもよろしくお願いします。それではこのニュース見ていきましょう。 Let's get started。では左側の NHK ワールドニュース、右側の英語字幕ありで見ていきたいと思います。読まれているところ字幕にこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。 Let's try to understand the outline of this NHK ワールドニュース with English subtitles at first. Let's try it. Israeli forces have stationed an airstrike on the Lebanese capital Beirut. The attack appears to be the first within the city limitsReuters news agency says the airstrike hit an apartment building in the Kola district early Monday. The agency reports a Palestinian militant group says three of its leaders were killed. It's thought to be the first time Israel has attacked within the Beirut city limits since hostilities with Shia Muslim group Hezbollah escalated. Most of Israel's previous attacks were carried out in southern Lebanon and Beirut's southern suburbs where Hezbollah has strongholds.U.S. President Joe Biden spoke about the conflict Sunday. Can an all-out war in the Middle East be avoided? It has to be. We really have to avoid it. Biden said he'll speak with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu amid fears a ground invasion of Lebanon may be imminent.さあ、いかがだったでしょうか。字幕ありで聞いてみましたけれども、イスラエルがですね、レバノンの首都ベイルートですね、一般の市民もたくさん住んでいると言われている首都をですね、なんと攻撃をしたということで、どこまで、やるのか、なぜそこまでやらなければならないのか、そして国際社会はイスラエルを止めることができないのかなどなどですね、思うところありますけど、このニュースを使いながら英語力、情報力上げていきましょう。では次は左側の英語をですね、一緒に音読をしながら、しっかりと単語表現力、スピーキング力、情報力上げていきたいと思います。視聴者の方も一緒に音読していきましょう。Israeli forces have stationed airstrike on the Lebanon's capital Beirut. The attack appears to be the first within the city limits. Reuters news agency says the airstrike hit an apartment building in the Kola district early Monday. The agency reports a Palestinian militant group says three of its leaders were killed. では日本語字幕も見ておきましょう。イスラエル軍、レバノンの首都ベイルートに空爆を展開。同市域内での攻撃はこれが初めてということですね。ロイター通信によると空爆は月曜日の早朝、コーラ地区のアパートを襲ったと。同通信はパレスチナ武装勢力のリーダーが3人死亡したと伝えているということですけども、まあ一般の人たちも首都ですからもちろんたくさん住んでいるところにイスラエル軍空爆を始めたということですね。の単語表現を見ておきましょう。エアスパイクというのが空爆ですね。そしてキャピタルが首都ですけれども、レバノン、日本から遠く離れた中東レバノンですけども、首都がベイルートですね。そこに空爆を開始しているということです。それでは次のパートを一緒に音読をしていきましょう。It's thought to be the first time Israel has attacked within the Beirut city limits since hostilities with Shia Muslim group Hezbollah escalated.Most of Israel's previous attacks were carried out in southern Lebanon and Beirut southern suburbs, where Hezbollah has strongholds. ということで、イスラエル、ベイルート市域内で攻撃をしたのは、シア派イスラム組織ヒズボラとの敵対関係が激化して以来初めてと見られると。イスラエルによると、これまでの攻撃のほとんどはヒズボラが拠点を置くレバノンの南部とベイルート南部郊外で行われてきた。
ということですね。ただもう首都まで攻撃をするようになっているということです。それでは単語表現見ていきましょう。このホステリティーズというのは敵対関係、敵というんですね。ホステリティーズ with シアムスリム。まあ、シア、イスラム教シア派のグループであるヒズボラとのホステリティーズ。敵対関係がエスカレート。どん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 激化していく、悪くなっていってからということですね。この carried out、carry out ですけども、実行するということで、ここでは受け身で使われてますね。は carried out、何々と行われた。そして、この stronghold というのはですね、拠点があるとかですね、まあ支配をしている、そういう意味ですね。Hezbollah had stronghold。まあ、Hezbollah が stronghold、実権を握っている、レバノンの南とかですね、郊外で攻撃が行われていたけれども、今回は首都まで、まあ、攻撃を始めているということです。では次のパートを音読していきましょう。US President Joe Biden spoke about the conflict Sunday. Can an all-out war in the Middle East be avoided? It has to be, we really have to avoid it. Biden said he'll speak with Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu amid fears a ground invasion of Lebanon may be imminent. ということで、ジョー・バイデン大統領は日曜日にこの紛争について語った記者の方がですね、Kind of all-out war というのは中東で、all-out war というのは全面戦争ですけど、中東で全面戦争避けられますかと質問したら、バイデン大統領が本当に避けなければならないと。レバノンへの地上侵攻、もしかするとイスラエルが地上侵攻をレバノンにするんではないかということで、イミネントというのは差し迫るですね。差し迫っているとの懸念がある中、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談すると述べたということですね。まあ、ただ、これまでのところ、アメリカでもイスラエルをですね、イスラエルの過激な行動を止めれていないということで、バイデン大統領と、イスラエルのネタニヤフ首相が会談をして、まさかのですね、隣国レバノンへの地上軍を、地上作戦を行うと。地上侵攻を行うということを止めれるかどうか。まあ、これがオールアウトワー、全面戦争を中東で防げるかどうかの、まず第一歩になるんではないでしょうか。では単語表現を見ていきましょう。kind of、ある種のということですね。a kind of。そして、オールアウトワーというのは全面戦争ですから、Middle East というのが中東ですね。中東でのある種のオールアウトワー、全面戦争を be avoided。avoid は避けるですから、避けることができるでしょうかと聞いているわけですね。そして、imminent というのは差し迫った。今にも起こりそうなっていうんですね。imminent。何が差し迫っているか。ground invasion of Lebanon may be imminent。イスラエルが ground invasion。地上侵攻をイスラエルの北側にあるレバノンにですね、まあ、行うかもしれないと言われているけども、それが may be imminent。もう差し迫っている。イスラエルはやりそうだということですね。それではしっかりと英語を話して、スピーキング力アップ、単語表現チェックもできたと思いますので、3番目はですね、字幕なしでもう一度同じニュース見てみましょう。しっかりと集中して聞きながら学習した単語表現内容を振り返っていきたいと思います。Let's review this NHK World News, this time without English subtitles. Let's review it. Israeli forces have stationed an airstrike on the Lebanese capital, Beirut. The attack appears to be the first within the city limits.Reuters news agency says the airstrike hit an apartment building in the Kola district early Monday. The agency reports a Palestinian militant group says three of its leaders were killed. It's thought to be the first time Israel has attacked within the Beirut city limits since hostilities with Shia Muslim group Hezbollah escalated. Most of Israel's previous attacks were carried out in southern Lebanon and Beirut's southern suburbs where Hezbollah has strongholds.U.S. President Joe Biden spoke about the conflict Sunday. Can an all-out war in the Middle East be avoided? It has to be. We really have to avoid it. Biden said he'll speak with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu amid fears a ground invasion of Lebanon may be imminent. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしで確認してみましたけれども、学習した単語表現内容取れましたでしょうか。たくさん英語を聞いてリスニング力アップをしながら、知らない単語表現どんどん覚えて語彙力表現力を伸ばしていきましょう。
そして日本人何かと苦手と言われているスピーキング力、これも音読やシャドーイングをして練習すればどん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 伸びていきますので、スピーキング力も伸ばしながら英語の総合力を高めていきましょう。さあ今回はですね、イスラエルどこまで、まあ、その強権的なやり方でやっていくのか分かりませんけれども、この少し小さいですけども、イスラエルの北にある国ですね、これ国家レバノンっていう国ですけども、そこにもう首都まで攻撃を始めて、もしかすると南側からですねベイルートに地上侵攻もするんではないかということで、まあ、アメリカがこのイスラエルの暴挙とも言えるこの行動を止めることができるのかどうか、まあ、今後世界が注目をしていると。もしイスラエルがですねベイルートに地上侵攻なんかすることになればですね、ベイルートの仲間の中東の国がですね、それはやりすぎだということでイスラエルを攻撃し始めると、もう中東オールアウトワー、全面戦争になる可能性があるという、こんなニュースでした。研究家事チャンネル、こんな感じで最新のニュースを使いながら英語で空中を力アップできる、そんな動画たくさん配信しています。視聴者の皆さんにとって有意義だな、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンのクリック、コメントなんかもぜひよろしくお願いいたします。Let's improve our English skills and expand information knowledge at the same time. Thank you very much for watching till the end. Good day. Goodbye.